Welcome to Death Rush! みんなもランニングマンと T ステップをマスターできたかな？今回のレッスンではこの2つのステップをつなげる足運びを学んでいこう。ランニングマンと T ステップを組み合わせたより本格的なシャッフルダンスにチャレンジだ。まずは前を向いたランニングマンから始めよう。マークが来るタイミングに合わせて右足からスタートだ。3、2、1、右、左、右、 OK。 次は左足を上げた状態から T ステップにつなげてみよう。マークに合わせて左側に進んでいこう。3、2、1、左、左、左、 Great。 今度は左足を上げた状態からランニングマンにつなげよう。マークに合わせて左足からスタートだ。3、2、1、左、右、左、Cool。 今度は右側に向かって T ステップだ。3、2、1、右、右、右。それじゃあ次は連続してチャレンジしよう。3、2、1、右、左、右、左、左、左、右、左、右、右、右。 Great！ こんな風に2つのステップは片足立ちの状態から切り替えられるんだ。このテクニックを生かしてこの曲にチャレンジしてみよう。